1曲目の曲は、桜高校軽音部の、Don't Say Lazy という曲を、演奏させていただきました。次やる曲は、今年なんか映画の主題歌にまたリメイクされて、なった曲で、多分皆さん知ってると思うんで、もし知ってるところがあれば一緒に歌ってほしいと思います。で、そうですね、今めちゃくちゃみんな緊張してて、もうアップアップで上がりまくってるんで、もう自分で何言ってるか全然わからないんですけど、ありがとうございます。今回、愛川が60周年ということで、私たちのバンドにも2人愛川出身の子がいるんで、それぞれ愛川のいいところを聞きたいと思います。はい、じゃあそれとプラスちょっと忘れてたんですけど、メンバー紹介したいと思います。はい、じゃあまずギターののりかです。次、こっち側わかんないや、ベースの、リオです。そして後ろ、ドラムの、ナエです。はい、そして私、ギターと、ボーカルの琴乃です。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、愛川のいいところ一人ずつ言ってもらいましょう、愛川出身の方に。はい、じゃあギターの愛川からどうぞ。空気が綺麗なところ。はい、はい、リオ。生き物いっぱいいる。はい、いいところですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、あまり時間もないので早速2曲目やらせてもらいたいと思います。では、2曲目の曲、グリーンの相方。次の曲なんですけど、もう次で最後なんですけど、次の曲は、銀魂ってアニメ皆さん知ってます？知ってる人結構いると思うんですけど、知ってる人棒振って、ありがとうございます。その曲の
エンディングかな、ちょっとわからないんですけど、ドールさんの歌うシラやらせていただきたいと思います。最後なんですけど、私はちょっとギターは弾きません。はい、あと最後なんで、ちょっと皆さんにちょお願いがあります。いいですか？ありがとうございます。この曲、数を数えるところがありまして、He, Who, Me, Yo っていう場面があるんですね。そこを皆さんと一緒にやってもらいたいなと思ってまして、私がその場面になったら、手で数を示すんでちょっと見づらいかもしれないんですけど、それに合わせて、歌ってもらえると、嬉しいです。お願いします。Never.